今年も11月1日から3日まで秋の藤原祭りが開催されました。毛通寺の藤原四大公奉恩法要、中尊寺の藤原四大公追善法要がそれぞれ営まれ、祭りが幕を開けます。中尊寺では法要の後、稚児行列が行われ、藤原祭りに花を添えました。期間中には獅子踊りや神楽など、平泉周辺の7団体による郷土芸能が各所で披露されました。会場によってそれぞれ違う趣があり、見る人の目を楽しませます。中尊寺鎮守白山神社では、初めて子どもたちの謡が秋の藤原祭りで行われました。平泉では古くから祝い事の初めにこの謡が行われたと言われています。子どもたちの謡が終わると、祈祷会により、林や舞がない能数体や、面や装束をつけずに行う能しまい、中尊寺僧侶による能正常が披露され、会場は厳かな雰囲気に包まれました。毛通寺では国の重要無形民俗文化財の延年の舞が行われ、ゆっくり流れる時間に観客は引き込まれていました。深まる紅葉の中開催された秋の藤原祭り、日本の伝統と季節を切り取ったような美しいお祭りでした。